ニオ。これが僕の研究成果の精霊更新機。名付けて、私、精霊とお話ししたいわ。こんなのが？侮るなかれ。魔物との交信を目的に開発したのだが、なんと精霊の声が聞こえたのだ。大丈夫なのか？失敗作じゃん。科学の発展は常にこういうものなのだ。覚えておけ、お嬢ちゃん。なんかかっこよく見えてきた。私がこれをつければいいのね。ああ、待った待った。つけるのは精霊じゃなく人間な。それなら、どうして私が必要だったの？精霊と交信できた時に向こうに事情説明する精霊が必要だろう？怒らせたら大変だからな。そう。なら仕方ないわね。私、精霊とお話ししたいわ。俺がつけてみるよ。いいのか？爆発するかもしれんぞ。ガイアス、お願い。わかった。あっと、リーゼマクシア人だと効果なかったんだ。あんた大丈夫？もう大事なことは最初に言ってよ。では精霊の声は聞こえる？うわぁ、どうしよう。今回のことがうまくいけば、ミラきっと私を褒めてくれるわ。あなたが早く姉さんと呼んでくれるように私頑張るから。あ、ルドが？ねえ、聞こえたの？聞こえたは聞こえたけど。頼りない言い方ね。声が聞こえたか聞こえなかったかでしょ。うん。ナエル、どうなっている？説明のしようがない。黙っておこう。どうかしたのか？ダメだったのかな。正直言っちゃうけど、どうにも不完全なんだそれ。これ以上力になれそうもないわね。帰りましょうか。あ、待って待って、大事な話があったんだ。また大事な話を言わない。私、精霊とお話ししたい輪を無理やり外そうとすると死ぬから。ジンテクスが切れたら自然に外れるから、それまではそのままね。とんでもないものをつかまされたな。ごめんなさいね、ルドガー。私のためにあなたが大変な目に。こんなのを取ったぐらいで死ぬってちょっと大げさね。ん？どちらにせよ、精霊と交信するのは諦めた方が良さそうだな。